こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、私はね、6年間 FX をやって目下勝ちっぱなしなわけなんですけども、最初のうちはね、やっぱり全然勝てませんでした。特に1年目、やっぱり知ることを知る、できることをできるようにならないと勝負にもならないんですよね。まあ、ですんで、勝負のリングに立つためにはそれなりのトレーニングとそれなりの基礎体力作り、これは FX でも必要なんじゃないかなと思ってるんですよ。ところでね、速稼塾の塾生さんには株を収入源にしてらっしゃるサラリーマンの方もいらっしゃるんですよね。で、私ね、この方に質問したことがあるんですよ。株で 100% 勝つ方法はないんでしょうか、ね、ただこの、クエスチョンだけでは、なんかね、芸がないと思いましたんで、例えばこんな方法はどうですかってことで、私なりにね、株の知識はないんですけども、季節株っていう言葉を使ってちょっとね、今回お話したいと思います。季節株ってのはどういうことかっていうと、例えば清涼飲料水、コカ・コーラとかありますよね。コカ・コーラって冬にバカ売れしますかね。もちろんクリスマスには売れると思いますけども、基本的には夏じゃないかなと思うんですよ。コーラとかアクエリアスとか蜂蜜レモンみたいなね。蜂蜜レモンは最近ないのか、あれなんでなくなっちゃったんですかね。まあドリンクってのは大体夏場に売れると思うんですよ。ということは夏場に株価は高くなる傾向にあるんじゃないかなと思います。特にオリンピックなどで多くの人がドリンクを手に取る、そんな機会が増えると売り上げが伸びて株価は上がるんじゃないかなというふうに私感じるんですよ。それを季節株っていうふうに私は名付けてるんですけども、だとしたらですよ、4、5、6月にコカ・コーラの株を買っといて、で、7、8月くらいに売ることができれば、基本的に株価上がってるような気がするんで、高い確率で利益を取っていくことはできるんじゃないかなと思うんですけども、いかがですかね。その他ですね、例えば牛の日ってありますよね。牛の日ってのはうなぎを日本国民がね、ありがたがって食べる日ですけども、うなぎの売り上げって7月にボカーンと上がるような気がするんですよ。ということは2月3月にうなぎの、どんなメーカーがあるか分かりませんけども、うなぎを専門で作ってる上場企業に、まあね、商社とかに、まあ狙いをつけて株をしっかほっか買っといて、で、高値をつけたピークの時期に、旬の時期にボーンと売れば利益取れるんじゃないかなと思うんですよ。これどうなんですかね。まあ似たような質問をしてみたんですけども、ストーンさんから返事がありました。週刊中年ジャンプ株スクールのストーンさんから。それをこれからご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。はい、こんにちは、週刊中年ジャンプ編集長のストーンです。今回はですね、ちょっとご質問をいただきましてですね、そのご質問にお答えしようということで、やっております。どんな質問かっていうところ書いてあるんですけども、株でですね、100% 勝てる方法ないんですかっていうことで聞かれたんですね。これ 100% ってあなたって感じなんですけども、これ、ね、調べたらね、あるんですよね、実は。100% っていうのはね、ちょっと怪しいですけどね、ちょっと見ていきますね。チャートを見ながらちょっとご説明していきたいと思います。こちらはですね、これ JR 九州っていう株なんですね。これ JR の九州です。そのままですね。これなんかもですね、どんな風にじゃあやっていくかってことなんですけど、この会社はですね、3月の末にですね、株主優待とか配当金というのが決定されるんですね。3月の末、だからここで下がっちゃってるところですね。この辺りで。で、この、利益確定日っていうのがあってですね、そこを目指してですね、いろんな投資家がですね、こう買っていくんですね。この利益を得ようという、株主優待をもらったりとか、配当金を目当ての方がですね、こう買っていくわけなんですね。だから2月ぐらいからだんだんこう上がってきたわけなんですね。だこの辺で買ってたらですね、儲かってるっていうことですね。まあ、3月に入ってからでもね、今年はまあ良かったのかなって感じですけど、まあ、これだけ儲かりましたよってことなんですね。で、毎年それやってますんで、9月の末にもやるところがあったりするんですね。9月の末と3月の末、まあ、それ会社によっていろいろなんですけども、まあ、大体3月の末が多いのかなと思うんですが、この会社は3月末ですね。で、じゃあ前の年の21年はどうだったのかって見ていくと、21年の3月、ここですね、ここが3月なんですけど、ほら上がってるんですよ。だから1月の終わりとか2月ぐらいから見ていくとずっと上がってるんですね。だから、権利確定日っていうのがあるんで、そのちょっと前にですね、利益確定というかね、決済しちゃえばですね、これだけ利益がもらえるということですね。で、これはですね、空売りとか、信用取引っていうのはなくてですね、
現物の買いということで、まあ、本当に素人の方というか初心者の方ですね、でも簡単にできるような形でここ取っていけるので、こういうやり方はいいんじゃないかなと思います。でここがまあ去年ですよね。じゃあ一昨年見ていくとどうかっていうと、ここ3月ですね。で一昨年っていうのはこれね、コロナですよね。コロナ騒ぎがあったところですね。でここガクッと下がったんですが、3月は上げてるんですよね。これたまたま上げたんじゃないんですね。やっぱりこういう配当とかですね、優待があったんでこれ上げてるってことが言えると思いますね。じゃあその前19年どうだったかっていうと、19年の3月ここですね。これもほら、だから1月の終わりぐらいからやっぱ下げてるのを見て、この辺から買っていくと、ほらこれだけ儲かる。これだと結構すごいですよ。100円、200円、300円ぐらいもらえます。もらえるとか取れてますからね。これ1000株ぐらい買ったら結構な金額になるんじゃないかなと。で、じゃあ次ですね。18年か。18年の3月どこかっていうと、ここですね。18年の3月も、ほら。ここはちょっとね、4月に入ってから上がってましたけど、まあ、負けてはないですよね。1月ぐらいから見ていって、下がったところを買っていくって感じですね。はい。で、じゃあ、17年の3月。ほら、ここですよ。やっぱり1月ぐらいから見ていくと、これだけ取れちゃう。まあ、この辺でね、やったって、ここまで持ってたって、ここから買ってれば儲かってますからね。いいんじゃないでしょうかね。だから、これ今のところ 100% ですよね。じゃあもう一個見ていくと、これ、日本航空ですね。JAL ですね。これも JAL が、ここが、これが昨日ですね。4月5日なんですけど、3月、だから3月やっぱね、こう上がってるんですよね。やっぱりだから1月、あ、3月ここか。ここですね。ごめんなさい。ここでしたね。1月の終わりぐらいからこう見ていくとね、1回上がって、まあ、ここで決済しちゃえばいいんですね。だからね、下がっちゃうんで。で、また上がるのを探していくとこうなると。この辺で決済しちゃっていいと思うんですよね。儲かってます。じゃあ、21年の3月、ここですね。21年の3月も1月の終わりぐらいから見ていくとこうなると。これ3月ですからね。で、じゃその前ですね。20年の3月。ここはね、さっきと同じコロナだったんですけど、少し上がってますよということですね。じゃあ、ここ19年の3月は、ここ。まあ、ここは下げましたね。ここは、これね、1月から見てて上がっていくなっていうところで、まあ、この辺で、トントンぐらいですかね。トントンぐらいになって買うところがなかったなって感じですかね、ここはね。こう買えないですもんね。でこれは、日本航空は19年は取れなかったって感じですね。で、18年の3月。18年の3月。ここはやっぱり1月の終わりぐらいから見ていくと、この辺から買っていけば、勝ちますよということですね。で、17年の3月、ここですね。ここもほら、こんな感じで取れて。なので、まあ今1回だけね、日本航空はちょっと取れない。でも損はする、負けるってことではなくて、買うチャンスがなかったっていうところだと思うんですよね。なので、まあ、いいんじゃないかなと思いますね。さっきの JR 九州なんかはね、もう5年ぐらいやって 100% なんで、結構確率的にはいいんじゃないかなと思います。でですね、まあこういうね、いい銘柄を探して、ね、どんな銘柄もそうだってことではないんで、よく探してね、やるのがいいんじゃないかなと思います。で、ここでですね、ちょっと注意点があるんですね。注意点というのは、この4月、今回から、4月4日からですね、今週の月曜日から、このね、JPX ってこの、東京証券取引所ですね、これがですね、市場区分の見直しっていうのを、まあ、やったんですね。これ結構ニュースでやってるんでご存知かと思うんですけれども、3月まではですね、3月というか、まあ、4月4日以前ですね、以前というか、3日以前か、は、市場がですね、東証1部とか、東証2部とかですね、マザーズっていう、こういうのに、区分けされてたんですが、今回ですね、この区分がですね、プライム、スタンダード、グロースっていう、こういう3つの区分に再編成されましたよってことなんですね。はい。で、これ何が変わったかっていうと、以前の東証1部はですね、この東証1部の上場を維持するのにですね、株主が2000人必要だったんですね。2000人以上いないと、東証1部として認められませんよということで、その東証1部、なんだっていうそのブランドが使えなかったんですね。で、そのために、
株主優待とか出してたんですが、今回は、今回のこの編成でですね、緩和されたんですね、そこがね。800人以上いればいいよってことなんですね。だから半分以下でいいんですね、株主が。800人いれば、上場一部は維持できますよってことで、そうなると、株主優待っていらないよねって話になっちゃうんですね。それでですね、結構株主優待っていうのをやめてるところがあるんですね。だから先ほどのですね、3月のところで株主優待を、目当てにですね、買ってる方、そこで上がってたっていう会社、ちょっとね、難しくなるかもしれないですね。で、そのね、廃止した会社っていうのは結構ありまして、これがですね、4月1日の記事なんですけれども、1年以内にですね、この株主優待って廃止した企業っていうのが、結構あるんですよね。結構ある。これだけあるんで。何十社ってあるんですよ。こう見ただけでも数えてないんですけど。あるんですね。その中でもですね、やっぱりこう、クオカードとかですね、出してるところ、自分の自社とは関係ない、その、金券みたいなのを出してですね、集めてる、株主を集めてるような会社が割と多いのかなっていう印象があるんですね。そうでないところもあるんですね。自社の、こういう特選カタログとかね、こういうのもあるんですけども、やっぱりその、株主優待というよりも、配当を出した方が、株主にはメリットがあるっていう判断なのかもしれないですね。ただですね、これね、ちょっとやっぱり、日本人として考えると、問題があるんじゃないかなって僕なんか思うんですよね。結局、その株主優待を出すっていうことは、ちっちゃい株主でも、100株だけ買ってもですね、株主優待って出るとこが多いんですね。なんですが、配当金というのはその株を持ってるその比率によって、だから50万株持ってたら、それだけの比率の配当金がもらえるわけですね。100株だったらそれしかもらえないということなんですが、株主優待というのは逆でですね、小さい株主の方がメリットが、100株単位で考えるとメリットが高いんですね。そうなると、大口のですね、機関投資家なんかはやっぱり面白くないわけですよね。そんなのいいから、こっちの配当を増やしてくれってことで、なっちゃうとかなる方向なんですね。ここに、グローバルな投資家との建設的ななんちゃって書いてあるんで、そういうことなのかなと思うんですが、そうすると日本の企業が稼いだお金を海外の投資家たちにですね、全部利益が持ってかれてしまうと、全部というかね、ほとんど持ってかれているような構造になりつつあるのかなと、なってるんですけどね、そういう心配があるのかなっていうところがあったりするんですけども、そこはね、しょうがないかな。僕が言ってもね、しょうがないんで、あれなんですけど。だから、日本人もどんどん株式勉強してですね、日本国内にですね、この利益が、落ちていくようにしていきたいなと思って日々トレードをしております。ということですね。言ってます。はい。こんなところですね。だから、先ほどのご質問なんですけど、過去は 100% でしたってことですね。今後はどうかっていうのはなかなかわからないんですが、ただですね、確率的には高いですね。今みたいにこの株主優待廃止するようなところもあるんですが、こういう JR 九州とか日本航空なんていうのは、今のところはそういうことがあんまりないんじゃないかなと思うんですね。ここも、自社の、日本航空の航空券を、株主優待でですね、割引券なのかわかんないですけど、そういうのを配ってるってことなんで、JR もそうですね。切符というか、その運賃のですね、半額券とかそういうのをやってるみたいなんで、あとはその JR 九州でしたら、その自社の施設ですね、なんかホテルとかそういうところにご招待しますよみたいなことなんで、だから規定には抵触してないんじゃないかなと思いますんで、こういうのは今後もいいんじゃないかなと思われます。なので初心者の方なんかはね、こういうのでそういうのよく調べてですね、こういうところを取っていくと、さっきみたいなね、この3月のところ、3月はね、企業によって限りませんけれども、こういうところを取っていくっていうのもいいんじゃないかな。で、またですね、その配当をそのままもらってもいいと思うんですよね。配当だとか、株式優待を毎年毎年もらっていくっていうのも、それは一つの 手なんだなと。何もしないよりは全然ね、株で儲けてるっていうふうに形になると思うんで、いいんじゃないかなと思いますね。はい。ということでですね、初心者の方もこういう形で、だ株っていうのはですね、結構いろんな角度でこう、勉強もできますし、お金を儲けることもできるんですね。トレードも、長期トレードも、長期の投資もできるし、短期のトレードもできるし、こういった株主優待とか配当金なんていうのもね、ありますんで、結構ね、面白いものなのかなと思います。はい。
僕もですね、あの株の、こういうスイングトレードのですね、勉強会、コミュニティなんかもやってますんで、ご興味のある方はぜひですね、概要欄のメールからですね、メールアドレスからお問い合わせいただければと思います。はい。それではですね、あの今日ご質問いただいた方ですね、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。今回は以上です。ありがとうございました。